こんにちは、あやこさん。こんにちは、プロデューサーかっこかりたかしさん。いや、今日はちょっと興奮して出てしまいました番組にいましたね。出てしまいましたね。でもなんかあのユーストの、うん、あの書き込みも、はい、あのいっぱい書いてくれて。そうなんですよ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごく嬉しかったですよね。的確だね。そうですね、あの思いが伝わってるなっていうのがすごくわかる。そうそうそう、すごく書き込みですよね、はい。で、あの青野さんでしたっけ、黒の、うん、黒直人さん、中でこう首藤さんでしたかね、あの民気桃の脚本とか書かれてる方が好きですなんて書いてあって、わ、はい、うん、かりますね。つい制作者を見てしまうこのこの監督だから見ようとか。そうなんですよね、キャラデザこれの人だから見ようとか、見ようとかです。あ、この人がなんか原画書いてるとかですね。あのこうありますね、無駄にチェックしてしまう脚本とかね、脚本とかねそうなんですよ、あのすごく気持ちのわかる書き込みね。そうですね、嬉しいですね、うん。まあそんな中あの番組の中でも触れましたけども、はい、あの水戸のおっさんさんから、コミケに、コミケに振り込みに行かれたということで、あやこさんはコミケは行ったことありますか？あ、ありますね、あの夏コミ。あ、夏コミ、夏コミ、あの結構匂いがすごい過酷過酷ですよね暑いし、あんなにか、ね、もう何ですかね、日本の5分の1ぐらい人数集まっちゃったんじゃないかってぐらい人がいて、どうですか、思い出とか、まあそういう感じのことが。そうですね、やっぱりなんかまあ自分の心をど解放できる場所。あ、そうですよね、だとか、あとはあのコスプレの精度の高さというか完成度がすごくて、今すごいですよね。すごい、あのあんなにそっくりな獅子王誠に会えるだなんて思ってなくて獅子王誠さん会いましたか。やばいですよ。なるほど、ね、かっこよかったな。まあ、そのコスプレね、すごくセクシーなコスプレっていっぱいあるんですけど、うん、僕一番すごい役に立ったのが、あの、はい、並んでる列の最後の人が最後尾ですっていう、うん、プラカードを持ちますよね。あれおお、なるほどなと思って、うんうんうん、仕事で使いましたどんな時もアンテナを張り巡らし、アンテナを張り巡らし、必要な情報をキャッチして帰る。ただ単にオタクな活動してるわけではないんですよここではそんなカッコつけなくていいですよ。そうですか、大丈夫です。すいません、はい、あのコスプレ見たくて行きました本心本心で、そんな中あのおっさんが送ってくれた、そうなんです、水戸のおっさんさんがね、水戸のおっさんが送ってくれた、おっさんさんが送ってくれたですね、そうなの、車に貼るというステッカーの一覧表ですよね、はい。まあだから最後にちょっとこの中の、はい、いいセリフを、はい、自分がこういいなと思うセリフをそのキャラになりきっていきましょうか、読み上げて、まあどのキャラかは皆さんに想像していただいてですね多分すぐわかると思う、すぐわかりますかね、すぐわかりますかね、これね、皆さんなら、皆さんならね、はい、あのつわものいっぱい揃ってますからね。そうですね、じゃあどうしますか、私から。じゃあ、あのめったに見られない高橋さんの一言から。ああ、そうですか。多分僕のはあまり必要とされてないとは思うんですけどいやいやいや、ニーズありますよ。そうですか、じゃあ、あのソロモンよ、私は帰ってきた。まあ大塚明夫さん風なんですけどもまあ風ですよね、風ですね、風です、風です、風です、はい、じゃあ彩香さんお願いします。いきます、はい、あなたは死なないわ、私が守るもの。これはあの、まあ風ですよね、あの風でもちょっとかすってはいますけど、及ばないながら一生懸命やりましたけど、やっぱりこの方はすごいですよね。そうですよね、伊達に閣下とは呼ばれてませんよね言っちゃった、言っちゃった、言っちゃったじゃあ盛り上がってきたんで、もう一個高橋さんです、聞きたいんですけど。もう一個ですか、はい、この曲結構いい感じですかね。いい感じじゃないですか、この流れで。そうですか、うん、だから断るこれも載ってたんですよ、ここにね。いやー、楽しいですね。楽しいですね。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。